ってる。待ってることがこんなにも幸せだなんて今までお前は知らなかった。熱いのでトバタのせい。いつも緊張するけどそれでも早く君に会いたい。だから20時間君のことを考えてる。だってもう君に会いたい。君に惚れたい。頭の片隅なんで君が離れない。君の SNS を撮って、どんなにサーチしても点々、はぐれられが止まらない。頭の片隅まで全身舐め回して、24時間君のことを考えてる。君のこと好きだからずっと考えてもいいよね。ねえ教えて。やっほー、皆さんこの曲を聴いてくれてありがとうございました。エリカンです。24時間君のことを考えてるっていう曲を聴いてみてどうだったでしょうか多分この曲を聴いて驚いた方がね絶対いると思います。で、なんでこの曲が出来上がったかっていうと、一時期私寂しすぎて SNS でナンパしそうになっちゃったんですよ。してないけどねで、ジムの帰り私運転して家に帰ってたんですけど、運転中にこの曲が思いついたんですよ。で、いつものジョークの調子で歌ってたんですけど、私ふと思ったんですよ。歪んだ愛って面白いなって。それでこの曲が誕生しました。初めてのエリカンの歪んだ愛のラブソング、どうだったでしょうかもしよかったらみんなの感想コメント待ってます。コメント返信します。ということで皆さん、この動画を見てくれて本当にありがとうございました。またエリカンの曲聴きたいよっていう方、いやもう聴きたくねえよっていう方、ぜひぜひコメントにてお願いします。ということで皆さん、この動画がもしよかったらチャンネル登録よろしくね。ということで次回のエリカチャンネルとおっしょー、バイバーイ。